カオルは、少女は、中島信子による日本の児童文学作品である。この作品で、第2回、北川千を昇華作を受賞し、デビューすることになる。京都継ぐことになっている姉、幸子の視点から、若くして亡くなった妹、カオルを改装する形で綴られた作品である。昭和20年代から昭和40年代にかけて、お天場でありながらも誰にでも優しかったカオルが元気に、 過ごしていた日々と、急病に侵されて亡くなるまでの日々が描かれている。著者がこの作品を考え出した当時は、ベトナム戦争が日に日に、激しさを増していたこともあり、単行本の後書きで、ベトナムの少年少女の死の代わりにカオルの生と死を書いたと語っている。また、北川治代賞の審査委員であった、吉田都市は、公正に多少の難があると前置きした上で、 発つとした魅力のある主人公を造形したことで、他の候補作を圧倒した、この作品に、少女小説の新しいタイプを見るように思い、すがすがしい感動を覚えた。と評した。1970年の日本児童文学7月号に抜粋が掲載され、導入し、都中井村周期号に全編が掲載された。1976年には画質修正された上で、 岩崎書店から単行本が発刊され、さらに1980年には、フォア文庫からも文庫版が発刊されたが、その後は絶版となっている。1982年9月には、テレビ朝日系、ハウス子供傑作シリーズで、この作品の設定を元にして制作されたドラマが2週にわたって放映された。内の文は、日本児童文学1970年7月号より、 抜粋、ありがとうございます。